今日は北海道のお客様に特別仕様の流材散布ドローンを注文していただいて作成しました。このように6ローターですが、折りたたむと非常にコンパクト。タンクは流材で約10キロちょっと入ります。アームをこのように広げると普通の6ローターの機体になります。先ほど紹介した10キロ一度に巻ける流材散布機の散布専用機です。ちょうどプロペラを全部展開した状態。タンクも非常に大型です。